星が輝く氷の上、被災地に希望をもたらす、羽生譲弦の壮大なパフォーマンス。東日本大震災から13年が経った今年、羽生譲弦さんは故郷の宮城で感動的なアイスショーを行いました。このショーは、被災地から希望を発信し、笑顔を届けるという羽生さんの願いを込めて行われました。13年前、羽生さんは高校1年生の時、仙台市内のスケートリンクで練習中に地震に遭い、 その後避難所で過ごすことを余儀なくされました。その時の経験が、ハブさんにとって大きな転機となりました。停電によって暗闇に包まれ、絶望感に打ちひしがれながらも、彼は空に輝く星々から希望を見出しました。ハブさんのアイスショーでは、イタリア語で満天の星を意味するプログラム、ノットステレイタが披露され、リンクが星空のようにライトアップされました。彼はその中で、 自身の希望と祈りを込めて情熱的に滑りました。今年のアイスショーでは、元宝付けのトップスターである大地マーさんとの共演もありました。彼らは、苦難を乗り越えて前に進むという物語を表現し、見事なジャンプと優雅なスケーティングで約6000人の観客を魅了しました。ハブさんは、ショーの後に報道陣の取材に応じ、あの日を境に、多くの人々が様々な苦難を経験し、それでも前に進んでいる。 私はその人々に希望と祈りを届けたいと語りました。羽生ゆずさんのアイスショーは単なるエンターテイメント以上の意味を持ち、被災地に勇気と希望を届ける大切な場となっています。彼の姿勢と縁には私たちに何を教えてくれるのでしょうか羽生ゆずさんのような人々の存在は私たちに何を教えてくれるのでしょうか彼らの勇気や決断から私たちはどんな気づきを得ることができるのでしょうか 彼らの活動が私たちの生活や社会にどのような影響を与えるのでしょうかアーティストの活動が地域社会や人々に与える影響は計り知れません。彼らの行動や思いが世界をより良い方向に導く力を持っていると信じる人は多いでしょう。羽生ゆずさんのアイスショーは被災地の人々に勇気と希望を与えました。彼のパフォーマンスは災害後の苦境から立ち上がる力強さを象徴しています。 彼の投資と情熱は被災地の人々に勇気を与え、希望を届けることで、彼らの心に光を灯しました。羽生さんの出身地である宮城県は、震災の影響を長く受け続けてきました。そのような中で、羽生さんが自らの経験と感動をショーを通じて表現し、被災地の人々にエールを送ったことは、大きな励みとなったことでしょう。羽生譲さんのような人々は、 その才能や地位を活かして社会的なメッセージを発信する力を持っています。彼らの姿勢や努力は私たちに以下のような気づきを与えるかもしれません。希望と勇気の力、ハブさんは自身の経験を乗り越え、困難な状況でも前向きな姿勢を持ち続けました。彼のパフォーマンスは希望と勇気の象徴として輝いています。私たちも自身の経験や困難に立ち向かう際に希望を持ち、 勇気を持って前進することの重要性を学ぶことができます。社会的な責任と影響力、アーティストや有名人は自身の影響力を社会的なメッセージや活動に活かすことができます。ハブさんのアイスショーは被災地の人々に対する支援や励ましの手段として機能しました。私たちも自身の能力や資源を使って社会的な責任を果たし、 周囲の人々に良い影響を与えることができることを学ぶことができます。困難を乗り越える力、ハブさんは自信やその後の困難な状況に直面しましたが、それを乗り越えて成功を収めました。彼の努力、継続性、そして困難な状況においても諦めない精神は、私たちに困難を乗り越えるための示さを与えてくれます。自身の目標や夢に向かって進む際に、 困難な状況に立ち向かう力を養うことが重要であることを学ぶことができます。羽生結弦さんの活動は彼の個人的な成果だけでなく多くの人々に勇気や希望を与える力を持っています。彼のような存在は私たちに自身の人生や社会への貢献のあり方を考えさせ行動に移すきっかけを与えてくれます。